ただいまより2024ジェラクライマックスシリーズ制共同記者会見を始めさせていただきますえ皆さんこんにちは、えー、ただいまご紹介いただきました、えー、ジェラの社長の奥田でございますあの本日は皆さん本当にご多忙の中ですねこたくさんの皆さんにお集まりいただきまして本当にありがとうございます、えー、明日からいよいよクライマックスシリーズ始まるというこの緊張感が溢れる中でですね えー、今、こうして3球団の監督、選手の皆さんと同席をさせていただいていること大変光栄で嬉しく思います、えー、そしてです、ねえー、見事セ・リーグ、リーグ優勝を果たされました読売ジャイアンツの皆さん、えー、本当におめでとうございます、えー、見事4年ぶり、えー、39回目の優勝を果たされたと。 本当に素晴らしいことだと思います。あの心からですね、お祝い申し上げたいと思います。おめでとうございます。あの本当に、えー、セリウ界、世界を変えるエネルギーにあふれた道、そういう試合が行われること、これを期待したいと思います。えー、最後になりましたが、私どもジェラはですね。 えー、セ・リーグのタイトルパートナーとしてそして、えー、クライマックスシリーズの、えー、冠共産者としてです、ね、引き続き、えー、プロ野球、セ・リーグを全力で応援してまいりたいと思いますこんにちは、ゼ、えー、ラさんには本当に長年にわたり、えー、セ・リーグ全体を支えていただき、えー、感謝の気持ちでいっぱいですありがとうございます。 えー、明日から始まるジェラクライマックス戦、えー、もっともっと盛り上げて、えー、野球ファンが楽しんでもらえるように、そして、えー、熱い熱い戦いがお見せできるように、えー、頑張っていきますので、よろしくお願いいたします自分は初めてキャプテンとしてクライマックスに挑みますけど、えー、横浜の力を存分、えー、に引き出して、えー、戦っていきたいなと思っております、えー、公式戦もそうですけど、ジェラさんには非常にお世話になりました。 公式戦、さっきも出ましたけど最後、ね、すごく盛り上がったそういう経緯を継続してこのクライマックス、ね、本当のいい試合、ね、もう最後の最後まで分からない、ね、ファンに感動を与えるようなゲームをやっていきたいと思うのでまたクライマックス、よろししくお願いしま JERA、えー、ラクライマックスシリーズせでは、えー、自分たちの戦いをしっかりとして熱い試合をお見せできるように頑張っていきたいと思います。よろししくお願いします。 クライマックスもジェラさんにお世話になるということで今、両監督もおっしゃった通り最後の最後まで盛り上げていけれるように選手もですけど僕たちも精一杯最後まで頑張りたいと思いますのでどうぞよろししくお願いいたますクライマックスシリーズでは選手みんなが全力プレーで。 盛り上げることが、えー、ジェラ様に恩返しできる唯一のことかなっていうふうに思うので、えー、どこが来てもしっかり盛り上げられるように、全力プレーで頑張りたいなと思,思いますファーストステージ初戦となる、明日の予告先発投手を両監督より発表していただきます。明日はは、えー、投手ででスターートします、まあ、あの今シーズンは、ね、大躍進とということで まあ、あのね、チームの勝ち頭でもあるし、当然一年間で、ね、あのローテーションを守ってくれたピッチャーなんで。まあ、ね、大事な第一戦、ね、当然託すのは当然と思うんで。正木投手に、明日は、えー、託したいと思います。えー、初戦は東勝木投手でいきます。えー、しっかりと一年間、ローテーションを守って、えー、チームの。 ローテーションの柱として投げきってくれたのでファーストステージも初戦東勝樹にかけてチーム一丸となって戦っていきますファーストステージの勝ち上がりのポイントどのようなところだとおお考えでししょうかか岡田監督からお願いします、えー、やはり初戦ですかねあの短期決戦なんで、まあ、2勝したら終わりなんで、まあ、初戦で、ね、当然両方の、ね、チームのエースは投げるわけですけど。 まあまずここにね、やっぱ全力でいかないとね勝機はないと思うんで、まあ、とにかくやっぱりポイントはやっぱ明日の、ね、第1戦と思いますね、先輩ピッチャーですね。はい。えー、同じく投手戦になると思います、えー。なかなか大量点に取れる投手じゃないので、やはりその一つ一つの積み重ねが大事になってくるのかなと思ってます。続きまして東京ドームの阿部監督に伺います。 安倍監督から見た阪神タイガースそれから横浜 d n a ベイスターズ両球団の印象をお聞かせください、えーまあ、本当タイガースは、ね、昨年のチャンピオンチームですし本当あの最後の最後まで、ね、あのしぶといなと思いながら、えー、試合をさせていただきました、まあ、d n a もあの本当今おっしゃった通り打線がどこからでも点入りそうですしすごくバランス取れたピッチャーも、ねえー、いいピッチャー多いですし えー、とにかく両チームともね、えー、バランスがいいチームなんでと思ってますはい。改めてここまでの質疑応答それぞれ受けまして、えー、クライマックスシリーズの意気込みをお聞かせいただければと思いますそれでは、えー、東京ドームジャイアンツの二人から伺います安倍監督からお願いします、えー、どちらのチームが来ても、えー、厳しい戦いになると、えー、それぐらい短期決戦の怖さも僕自身も、えー、何度も経験させていただいてますんでとにかく最後の最後まで、えー 分からないので、えー、気を引き締めてね、えー、精一杯また盛り上げられ,られるように、えー、頑張りたいいなと思います自分たちはシーズン最後の方本当に一戦も負けられない戦いを経験してきているので、こういう短期決戦で必ずその経験が生きるっていうふうに僕は信じています。えー、自分たちの力を信じて戦うことができれば、えー、必ず勝てると思うので、はい、そういう心構えを大事に戦っていきたいなと思います。 えー、この1年間の、まあ、総決算というかであの、まあ、いいとこも悪いとこもあったんですけど、まあ、そういうのは抜きにしてう、ね、まく今のチームで、ね、最後の最後まで、ねまあ、ゲームがある限りり、ね、全力で、ね、いいゲームをしてでそ,れで、まあ、それで勝ち抜けば、ね、一番いいですけどとにかく本、ね、当素晴らしい、ねまあ、ファンの人を、ね、見てすごい楽しい,、ね、すごいあのゲームを、ね シーズン中に悔しい思いをした分しっかりと晴らせる機会があると思うのでここでしっかりと晴らしてチーム一丸となって頑すべて明日た一日まずあ明日の試合に全部出し切れるようにチーム一丸となって集中していきたいなと思ってますまずは阪神さんを出さないと次のステージに進むことができないのでとにかくこの阪神戦 をしっかり勝ち抜くことだけを考えてやっていきたいですしまたセリーグを盛り上げられるように自分自身も頑張ってやっていきたいなと思います以上をもちまして2 0 2 4ジェラクライマックスシリーズ制共同記者会見を終了いたします皆様ぜひとも明日から始まるセリーグ3球団の熱い戦いにぜひご注目くださいますようよろしくお願いいたします